本当に惜しい。はい、あーん。あーん。あ、まだ口に。いいから。まだ、もう口に入ってるんだけど。お疲れ様です。ムービンです。今回も甘神やっていこうと思います。前回のパートは、あやつじさんと、まあ、主人公のムービンとがキスをしたことによって、あやつじさんがね、女性の方なんですけれども、鼻血を出してしまった。そんなパートでした。はい、ちょっと鼻血、まあちょっとね、心に来る人もいたんじゃないですか？どうなんですか？まあそんなこんなで、今回もやっていきましょう。というわけで、やれるのが、この会話一つだけなんですけど、ご褒美イベント見てください。今、ここで、1、2、3で、な、1個ここが出てないんですよね。で、これが1、2、3で終わってるんで、なんかここで分かれてる感じがする。個人的には。だから4、3なんじゃねえかなっていう考え方ですね。あ、要は、昼より、あ、じゃあ、放課後より前が4つで、放課後が3つ。で、放課後じゃあ1個できるんじゃねえかという予想から、まあ今回会話やっちゃい、おいしょい、危ない。ちょっと待ってください。この会話していきましょう。いろんなゲームやりすぎて、×ボタンと丸ボタンの場所が逆だからさ、PC ゲームとか。それの弊害が出てますね。はい。会話大丈夫だよと。こちら側に主導権があるタイプの会話ね。相変わらずここ成功してないっすね。あれでもそんな食べ物しか投げてないんだ。じゃあ、娯楽かおしゃれぐらい打っときたいね。おしゃれ。うわ、マジ？なんで、うわ、マジって言ったかっていうと、そこにおしゃれがあるってことは、もうエッチありえそうだねっていう。エッチありそうで、あーっていう。あー、エッチに使っちゃうとね、ターン終わっちゃったりするからね。下がるエッチもあるし、上がっちゃうエッチもあるんだけど。まあいいっすね。まあまあ、それは置いといて。あやつじさんって眉は整えてるの？整えないと繋がらないですか、普通。それなりに。まあそれなりに？手間にはならないの？なるに決まってるじゃない。まあそれはそう。だってでもずっとやんないとさ、某刑事さんみたいになるよ。両、うん、かん、うん、なるみたいな形、人になるよ。綺麗を維持するのも大変なんだから。両って言ってる時点でまあみんなわかるよね。両さんですね。両さんみたいに繋がるよ。はい。うん、大変なんだから。でも勉強やスポーツも同じことでしょ。毎日のことが大切なのよ。いいこと言う。なるほどね。画面の前のみんなもね、やんなきゃダメだよ毎日。何を毎日とは言わないけど、わかんないけど、これ大体成功しそうじゃない？もうだって入るやつ大体決まっとるやんけ。一応見るか。でも全体的にでも食べ物多いんだね。本当に比率的に食べ物がめちゃんこ多いね。めちゃんこ多いって感じで。じゃあ、娯楽らへんじゃない？どう？おっし。まあ、あとは勉強か世間話。まあ、運動もあり得るけど、運動マジでないんで、この人今まで。まあ、大丈夫じゃないかな。最近なんか面白いこととかある？無茶ぶり。あるわよ。お、なんですか？どんな？あなたを困らせること。かわいい。まず最初に突拍子もないことを言ったりして動きを止めるの。分析してるね。攻略法がもうあやつじさん側では整えられてるわけですか。そうそう、そんな感じ。そうやって困らせていく。はは、いい趣味だね。そう思うでしょ。皮肉っておりますね。冗談に決まってるじゃない。絶対本当じゃん。絶対嘘じゃん。冗談じゃないでしょ。好きでしょ、からかうの。ムビトをさ、ムビトからかうの大好きじゃん、あんた。そっか。なんで下がるんだよ。これは佐々木が下がったのか、佐々木側が下がったのか。佐々木側が刺さったな、下がったならわかるけどね。うん。林辻さんは下がってねえだろ、今の感じからしたら。結構、中盤のオシャレと食べ物が入ってないですね。恋愛か娯楽あたり投げたいっすね。どっちがいいかな。恋愛。おーし、恋愛二つ。アドやんけ。上がってほしいな。上がって、ここで上がってくれるか、しないと放課後が無理ですね。結構厳しい。あやつじさんは男子からプレゼントもらったりする？そんなこと聞いてどうするの？いいじゃん、聞いたって。あ、いやー、なんとなく。たまーにあるような、ないような。なんやかんや、あやつじさん人気なんだからさ、なんか、断るごとにプレゼントくれて、なんか評価上げようみたいな、まあ、こすい男子いないの？やっぱり。うん、でも、受け取ることはないわよ。なんで？いいじゃん、もらっちゃったって。受け取る理由がないもの。え？
受け取る理由がない。プレゼントって受け取る理由がないってある？だってプレゼントってこちらが、渡す側のさ、行為の押し付けじゃん？プレゼントって。私そう思ってるんですけど。なんか、〇〇さんが好きだから、あげるっていう。で、それを捨てるかどうかとか、使うかどうか、食べるかどうか、なくすかどうかとかはもう、使う側の判断だから、あげることに意味があるわけで、受け取る側に理由がないという考え方は私にはない。それに、物で私の気が引けるなんて思われたくないしね。いや、誰も思った。でも渡すやつ思って渡す人もいるか。いいじゃん、別に思わせとけば。いいじゃん。その隙を見せるようなことを嫌いなの、本当に。あ、でも上がるんだね、これ。なんか下がりそうなイベントだったけど。すごいな、この人。で、食べ物はダメと。やっぱ娯楽か恋愛打ちたいっすね、ここね。あ、娯楽かおしゃれ打ちたいっすね。でもここ重要なんだよね。ここ重要なんすよね。放課後あんまり無駄にしたくないから。どっちかなぁ。あ、娯楽多いし、なんかもう娯楽下がる娯楽もあんのか、ターン2とか。まあ、そこはでも運ゲーだからな。娯楽お願いします。おっし、あ、上左ってことは勉強とかはありえないのか。ねえ、あなたって本を読む人？おー、あやつじさんからプレゼントされてましたね、本を。本読む人ですか？面白そうなの読むよ。一応おすすめの小説があるんだけど。私文字無理なんで、ちょっと、はい、ムビとお願いします。あ、ちょっと興味があるなと。あ、でもあやつじさんが読むものって難しそうな気がするけど大丈夫かな。子供でも読めるものだから。お、じゃあ読むか。ちょっとトゲのある安心だね。言い方がね、子供でも読める。これ読めなかったら佐々木は子供以下ってことになりますね。はい。そうかも。嬉しそう。可愛いか。好きになっちゃうな。というわけでアタックできますね。放課後イベント。これデートもあんだよな。ただ日曜日デートあるからちょっと時間がどうしよっかなって感じですけど。あやつさん、この後に時間があったら。どこか行かないでしょ？いいじゃん、別に。怒ってんならなんでそんなに睨むの？うん。別にいいわよ。やったで、おい。いいの？どうせ暇だし。あ、ちょっと悲しそう。ちょっと外されちゃったもんね。ちょっと辛いところだな。自分から誘っておいて行く気ないの？あるわ。ゼリバリバリある。もうね、委員会辞めたことをね、アドと捉えられるぐらい楽しませてあげますよ、こちらは。じゃあ、まずはカバンね。はい。取っていきましょう。今日なんかちょっとテンション高いな。今日収録まだ一発目なんだよな。いや、最初が一番元気よね。それで、どこに行くの？どこ行くんですか？もしかして考えてなかったとか。取りま誘うみたいな。とりあえず行っとくみたいな。とりあえずどこか行こうみたいな。あるよね、でも。まあある。言うてあるよね。わかる。とりあえず飲み行こうぜみたいな。場所どこみたいな。場所まるまるみたいな。まるまる駅まる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 場所みたいな感じになった時に、あー、とりあえず行っただけみたいなあるから。申し訳ないけどね、あるあるですね。あやつじさんが一緒なら僕はどこでもよかったから。すかしていく。見えすいたお世辞をありがとう。はい、こういうのは通用しない女性でしたね。お世辞じゃないんだけど、こいつバカだから本気で言ってんだよな。本気で言ってんだけど、あやつじさんはそういうの気にするっていうか、あんまりね、真に受けないタイプの方だよね。私、そういうことを真顔で言う人の言葉は信用しないようにしてるの。そう、こいつの武器なんだよな。今までのルートプレイしてると、こういうのを真顔で言えるのがこいつの武器なんだけど、あやつじさんには通用しないようですね。そんな、唯一の佐々木の武器が。はぁ。まあ、いっか。それじゃあ、駅の方にでも行ってみる？なんやかんや、あやつじさんも好きだよね。ムビトのこと。あ、うん。うん。あ、うんとか、ふふとか笑うやつの演技、下手くそだな、私。なんだ？おー、車上販売のメロンパン。なんか、中田さんで一回出たかな？違うか。パン買うみたいな話があった気がする。いつでも焼きたてを買えるんだって、すごく美味しいらしいよ。そう。食べるわ。妹の受け入れだけどね。こういうとこ好きそう、ミヤ。よかったら僕買ってこようか？買ってこよっかな。うん、私が行く。ちょっと待ってて。なんだ、なんか裏がありそうで怖い。あ、うん。激辛メロンパンみたいな作ってきたりしない？大丈夫？もうあやつじさんに対しての警戒度がマックスすぎるんですけど、私。お待たせ。お、はい。あ、え？あやつじさん、そのメロンパンの山は？サービスしてもらっちゃった。何を言ったんだ、この女。ああ。サービス。ええ、
私は2個くださいって言ったのに、おじさんがどうぞって。絶対なんか言ったぞ。絶対なんか話術を巧みに使ってなんか言ったぞ。だからって紙袋いっぱいは、人を動かすのが得意ですね。ルルーシュ的なね、ルルーシュ的な人になれるんじゃないですかね。まさか、そういうことが。僕に行かせなかったのはそういうことか。もういいわね。もう、仮面被らなくていいんですよ。社交性仮面、ペルソナ被らなくていいんですよ。やっぱり猫を被って。何その目。いやー別になんかいいけどさ。なんでもないよ。まあいいわ。それじゃあ温かいうちに食べましょ。そうっすね。そうしよっか。はい。じゃあ紙袋持ってくれる？おう。いいっすよ別に。いやこれじゃあ僕の両手が塞がって食べれないんだけど、紙袋でかすぎじゃない？どちらにせよ、あやつじさんそんな食えなさそうだけど。食べなければいいじゃない。僕も食べたいんごね。嘘よ、私が食べさせてあげる。マジ？やったで。本当に？うん。アドしか感じない。かわいい。はい、あーん。いいの？はい、あーん。パクみたいな。いらないの？いるよ、いるいるいる。さっき何してんだよ。さっさと食べろよ、お前も。はい、あーん、あーん。かわいい。もうめっちゃ笑顔やん、これ。めっちゃ笑顔やん。ツイッターのアイコンにしてえな。え？って何？あ、出た、そうやって。あーんの瞬間に自分の口に入れるやつ。あやつじさんのことだから素直に食べさせてくれるとは思ってなかったけど。おいしい。てんてんてん。表面はサクッとしてるのに中はもちもちしてるんだ。何その説明するんですか。じゃあ今度はあなたに。ちょっと待ってください。ドアがガタガタうるせえ。ちょっと待ってください。はい、すいません。ちょっと台風の影響でドアがガタンガタン言いすぎなんで、ちょっといろいろ調整してきました。はい。いつ収録してるかこれでバレると思うんですけど、まあ、やっていきましょう。じゃあ今度は、佐々木くんにということで、食べさせてくれようとしておりますが、本当に食べさせてくれるんすかこれ。あーん。はい。はーい、食べれない。はい、無限に食べれない。これは楽しいでしょうね。めちゃめちゃ楽しいでしょうね、あやつじさん。いっぱい食べる君が好き。またか。くぅ。二口目には風味が広がるのね。くぅ、そして、食レポしてくる。くぅ。あやつじさん？言うてさすがにもうね。もう騙されん。もうどうせくれないでしょ。わざとでしょ、もう。え？まさか。わざとじゃないわけないよね。わざとじゃなくさ、こう差し出してから自分の口入れるおかしくない？おかしいね。ほら、あーんして。あーんしてって言ったよね。今度はまあわざとは 100% ないよね。100% ない。今度さ、あーん。あーん。あれ？あれ？あーんしてって言ったよね。あーんしてって言ったよね。そんな。無限にメロンパン食えん。まさか3度もやられるなんて。3度目の正直という言葉はどこに行ったんですか？これは当たりね。それは僕が最初に説明したんですけどね。すみません。そろそろお願いします。そろそろ食べさせていただけませんかね。あやつじさんって意地悪だよね。ほら、今頃気づいたの？わかる。今更じゃねっていう。性格悪い部分を含めてさ、佐々木は好きなんじゃないの。だからもうマイナス要素じゃないんじゃないの、彼女のこの部分は。君にとってはさ。なんすか、まじまじと見つめて。はい。お、今度はあんじゃない。なんだかや、投げやりだな。はい。一番普通にくれそう。今度こそくれそう。もうその態度でわかるもん。パック。はい、食べれました。これは。ほら、美味しい、美味しい。なんか子供あやすかのように言わないでください。本当に美味しい。
はい、あーん。あーん。あ、まだ口に。いいから。まだ、もう口に入ってるんだけど。パク。あ、もう、うん。はい、口開けなさい。あ、もう、こう、ムロだから、今入れたばかりじゃ。開けなさい。食ってるって、もう食ってるって、もう。お、アツジさん、お、仕方ないのかな、麦や、あ、ハムスターもびっくり。そんな、無理だって。まだまだいっぱいあるから。そう、知ってる。抱えてるもん、紙袋今目の前で。分かってるけどさ。まあ、言ったでしょ、私、小食だから。じゃあなんでさ、おじちゃんをさ、言葉巧みに使ってさ、こう、持ってきたの、メロンパンこんなに。お、俺の口に入れるためですか楽しそう。はい、楽しそう。楽しすぎてさ、収録時間かかりすぎなんだけど、1イベントでさ。こうして、あやすじさんとメロンパンを食べました。はい。そう、それじゃあ今日はこのあたりで。そうね。それじゃあまたね。楽しそう。うん、また。終わった。最高のイベントじゃったな。ここででも収録区切ると短いんだよな。どうしよっかな。だ、次デートだから、長いんすよね。10分くらいじゃ終わんない気がすんだよな。ニーニー、顔がデレデレしてるけど、何かあったの？あやつじさんに、口にメロンパン無限に押し込められたわ、つって。えへへって言ったら、みんなが、え、それいじめじゃない？みたいな。大丈夫？お兄ちゃんいじめ受けてる？みたいな。それいじめだよね？みたいな。嬉しそうに話すこと大体いじめな感じしますけどね。日々の報告大体いじめな気がする。大丈夫かな？家族に心配されてないかな？それがド M なことを察されてないかな？あ、なんだこのイベント。あー、はい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 。リホコアイドル爆誕ね。はい、ありますね。はい、というわけで、ぶっちゃけ今回14分くらいになっちゃうかな。14分くらいになっちゃうけど、デートが中途半端に切るのちょっと嫌なので、今回ちょっと早いですけど、ここら辺にしようかなと思います。すいません。多分ね、3日後か2日後にまた更新されるんで、今回はお許しいただきたいと思います。はい、というわけで次回はデート編に入りたいと思うんで、よかったら見てやってください。ご視聴ありがとうございました。ムービンでした。バイバイ。